What's going on, Mike? どうも、ユウです。いきなりですが、僕は騙されやすいです。割とすぐ人の意見とか考え方に、なるほど、と思っちゃうタイプなんですが、今回は今までいろんな人に言われてきた、英語学習に役立つ考え方について、僕の経験も交えながら、忖度なく紹介しようと思います。継続すれば必ず伸びる。これは賛成ですね。継続すれば伸びますね。でもその中で伸びる時期と伸び悩む時期があって、伸び悩む時期はアスリートが不安に襲われて自己嫌悪に陥ることが多々あるんですが、その時にいつもこの言葉に救われてましたね。まあ伸び悩むといってもただ成果を感じにくいってだけで、実は自分の中ではしっかり成長してるんですけどね。間違っても相手は気にしない。これ実際王子の友達に英語の間違いって正直気になるって聞いたら、他人を気にする暇があったら自分は好きなことするわと全く答えになくない返事が返ってきて、戸惑いオブ戸惑いだったんですが、ちゃんと聞いたら英語の良し悪しよりもコミュニケーションを取れてるのが大事だねと見事に論破されたので、まあ間違いは気にしないってことでいいですよね。他人は気にするな。周りにバカにされてもマウントを取られても気にする必要ない。自分が思うようにやればいいってやつですね。この考え方はかなり大事ですが、僕はしっしっかり気になります。え、気になるくないですか。確かに他人を気にせず目の前のことに集中できたらハッピーハッピーですが、僕は生まれてこの方スーパー厳しいな性格なので、お前の英語ダメだなとか言われたら相当へこむし、自分もダメなんじゃないかってすぐネガティブになりますね。でもそんなことでへこたれるわけにはいかないので、このネガティブをぶっ飛ばすくらい寝て忘れます。個人的には気にするなではなく、気になるけど頑張ろうかって考え方を変えてなんとか生きてますね。比べるべきは過去の自分。自分と他人を比べて絶望するのではなく、自分の過去と現在を比べ成長しているところに目を向けようって考え方ですね。皆さんもうお分かりだと思いますが、僕はしっかり苦手です。え、比べるくないですか。この考え方ってめちゃくちゃ素敵だし、頭の中では完璧に理解しているのに、スーパー厳しいな僕はなんか比べちまうんすよ。でも比べちまうことが全部悪いわけじゃなく、僕は逆に人と比べることで頑張れるタイプだと思い込んでるので、人によって合う合わないはあるのかなと思ってます。でも挑戦してみるかってことで、定期的に自分の英語を録音して成長度を測っているのですが、自分の成長を感じるよりも昔の自分に絶望して泣えるっていう意味のわからないことが起きてるので、今別の方法を考え中です。好きこそものの上手なれ、これは大賛成です。結局好きだったらやるし、楽しければ続くしよ。なので僕はどうやったら英語を楽しめるか、英語を楽しむためにはどんな知識が必要なのかってのを常に考えながら日々勉強してますね。こんなこと言うと今死に物狂いで勉強してる受験生の人たちにぶっ飛ばされそうですが、英語は楽しんだもん勝ち。英語学習の考え方いかがでしたでしょうか。まあ人それぞれ感じ方は違うと思いますが、どれも英語学習においては重要な要素だと思うので、少しでも参考になったら嬉しいです。個人的に今回の動画を一言でまとめるとするならば、気にしいはつれー。